こんにちは、小戸沢です自分のアイデンティティ、特に自分の性別、性的思考、性自認で悩んでいる方へ向けて話します親やクラスメイト、先生などに自分の容姿や振る舞いを揶揄されたり直接的な揶揄でなくても、性的な冗談やからかいを耳にしたり見たりすることで集団の中で疎外感や孤立感を覚えたり友達や家族の前で異性愛者を演じ 本当の自分を打ち明けたら他者との関係性が崩れるかもしれないという恐怖を感じたりしても自分を責めないでください一人だと思わないでください同じ苦痛や不安恐怖を感じる人は見えなくても確実に存在しますまたあなたが何かを改善したり自分を傷つけたりあなたが積極的に何か行動する必要はないです他者の期待に応えることが全てではないです私たちは自分のために生きています どんな大人になるか、どう年を取るかを決める権利は自分だけが持っています。仮に自分のアイデンティティを愛せなかったとしても、そのアイデンティティは自分を構成する一部に過ぎないです。自分が生まれ育った国や地域、年齢に限らず、漫画やアニメが好きな自分や、歌を聴いたり歌うことが好きな自分、ゲームをすることが好きな自分、ファッションが好きな自分、スポーツに打ち込む自分、 科学が好きな自分、全部自分のアイデンティティです。私たちはいろんな側面を持っていて、その一つ一つの側面で共感したり、つながれる人間がこの世界にはたくさんいます。偉そうに喋ってしまいましたが、こんなことを考えている人間が存在するということを知っていてほしいです。ゆっくり自分のペースで生活していきましょう。コメント返します。ご視聴ありがとうございました。